ございます。フランス楽しかった。お帰り。音楽を聴けば幸運が訪れる開運音楽堂。トゥデイもう金髪やめたの？はい、なんか一周で十分かなと思って戻しました。早いな。結構良かったのにな、ね、見たかったねえ。ほんとちょっとバレてますよ。バレたか。誰ですか？はい、私たちメロン畑屋ゴーゴー。ピンク担当のルカタマです。スカイブルー担当ルタカメルンです。あれ、今日は何しにいらっしゃったんですか？なんか来れば出られる番組って聞いてるんですけど。あれ、あれ、あれ、大丈夫ですか？なんか間違った認識が広まってるみたいですね。そうですね。でもまあ来ちゃったものは仕方ないですから。その通り。一緒にやりましょう。よろしくお願いします。さあ、今朝のラインナップいきましょう。はい、未来神曲で楠田愛菜さんのニューアルバム The Life を紹介します。注目してください。そして演歌の和歌山和紗さんが新曲を発売しました。春の蝉、コメントも到着しています。さて、今朝の1曲目は男性2人組のボーカルユニットアズワンです。 I Still Have You、 どうぞ。アズワンのファーストシングル I Still Have You でした。仕事して街に繰り出したって感じですか？そうですね、まさに。その街というのがタイの有名な歓楽街ソイカウボーイでした。そしてこの曲はなんとソイカウボーイでビデオを撮りたいという夢のもとに作られた曲だそうです。ってことはビデオを撮りたい場所の曲を作ったってことですか？うん、普通と逆ですよね。そうだよね。面白いですね、うん、しかもこの2人ですね、うん、会社を経営しながら音楽活動もしていて、うん、年齢や環境問わずやり続ければ夢は叶うというのが信念なんだそうです。という意味では自分たちの夢も叶ったってことですかね、うん、すごいですね、うん。いや、あのちょっと全然関係ないんですけど、さっきから気になったのはもしかしてメロン畑屋55のリーダーの方ですか？確かにメロン色。違いますよ、ただ意識が高いだけです。意識が高い。そう、ゲストさんがメロン畑だから、うん、なるほどね。そうですか、はい、そういうことだったんだ。アズワンでした。さてこの後は未来神曲楠田愛菜さんです。チャンネルはそのままで。開運セレクト未来神曲のコーナーです。心揺さぶる名曲の予感をテーマに神曲と呼ばれる可能性を感じる曲を紹介します。加えて大手音楽配信サイトモーラの神曲ハンター高部健次郎さん。早いな今週。ズバッときましたね。さすが、待ってました、はい、そのモーラの津高部健次郎さんによるおすすめポイントもご紹介していきます。はい、未来神曲、今朝はこの曲です。17日に発売されます楠田愛菜さんのニューアルバム The Life です。声優アーティストとして活躍する楠田さんのおよそ1年ぶりのアルバムです。全10曲全て新曲を収録していまして、うん、うち3曲は楠田さん自らが作詞もしています。いや、もう本当に歌声そして、ね、歌唱力、うん、全て素敵ですよ ね。 そうですね。今回はコンセプトアルバムなんですよね、うん、そうなんですよ。一人の女性の過去現在未来がコンセプトのアルバムとなりました。だから The Life なんですね。はい、これまで今そしてこれから等身大の女性の人生を描いたということなんですが、楠田さんは今年30歳を迎えられました。ご自身のことともリンクしている内容な気がしますね。なるほど、ちょうど節目のタイミングなんですね、うんうん、それとあの楠田さんといえば、ラブライブの声優さんでもありますよね。そうです、声優としてのデビュー作がラブライブの東條希実役ミューズのメンバーです、うん、はい、まあ、たまたまだとは思うんですが、うん、ミューズ復活っていう話題がもういろんなところで言われてるじゃないですか、ね、そのタイミングでのアルバム発売っていうのなんか来てる感じしません？そうですね、来ますね、来てる感じ、ね、さて大手音楽配信サイトモーラの神曲ハンター津高部健次郎さんによりますおすすめポイントはこちら。くっすんの声とファンとつないだ絆を表現した歌詞に注目。7月17日に発売です。発売を受けてリリーベやライブツアーもあります。
また、この作品はハイレゾ配信されますので、ぜひハイレゾのいい音で楽しんでください。未来神曲は楠田愛菜さんのニューアルバムザ・ライフでした。さてこの後は演歌の若山和沙さんです。コメントからどうぞ。若山和沙さんで春の蝉でした。叶わなかった恋に決別して新たな生き方を始めようとする女性の心情を歌う若山さんの新曲です。7月17日に第61回コロンビアマンスリー歌謡ライブに出演する予定です。時に春のセミというのは本当にいまして、日本で春ゼミと呼ばれるセミは4月から6月頃に成虫が現れるんですよ。おー、勉強になりました。これでまた一つ東大合格に近づきました。あれ狙ってんの？はい、狙ってないね。さてこの後はメロン畑やゴーゴーの曲を紹介しましょう。よよよよよ、チャンネルはそのままで。ビフォアヴァンパイアでした。かっこいいじゃないですか、ね、かっこいいです ね、一緒に乗りたくなっちゃいます ね。これは何ですか、このポーズ。これは実は目つぶしのポーズ。私たちもこれさっき一緒にやってたけど、ね、目つぶしだったんだ、はい、怖いよ。これなんか掛け声とかあるんですか。ゴーゴーって言いながら、ゴーゴーって言いながら目つぶしをするという、ね、ちょっと怖いですけどね。さていろいろ聞いていきましょう、はい、まずですね、遥か銀河の彼方メロンの星からやってきたということなんですが、メロンの星どれぐらい遥か彼方にあるんですか。もう皆さんの想像もつかないくらい、遥か彼方で私たちも覚えてないくらいのところから、やっていきます。住んでたんですか。そうなんですよ、もともとメンバーみんなメロンの星に住んでいて、でそれぞれ別々に地球に送り込まれて、メロン畑屋号を結成されたんです。じゃあ皆さんのふるさとがそのメロンの星になるところですね。そうなんです。こっちの世界慣れました。もうだいぶ楽しくやってます。どうですか、どっちが好きですか、地球とメロンの星は。そうですね、今でもやっぱりファンの方がいてくれるので地球の方嬉しい。あ、そうなんですね。メロンの星どんなところが楽しかったですか。どんなところが楽しかったかな、これ以上は。これダメなの。
人類にはまだ早いので。うわ厳しい。じゃあメロンの教えやめましょう。メロンの教えやめます。そうですね。畑屋ゴーゴーについて聞きます。聞きましょう。畑屋ゴーゴーって何ですか？そこ聞いちゃいました。畑屋ゴーゴーは、私たちがメロンの星について覚えてることって実は、広大なメロン畑の風景それくらいしかなくってですね、はい、そうなんですよ。実は地球に来る時に、あのメロン畑屋ゴーゴーの、重大な秘密を守る機関から記憶を消されてしまっているので、時々ちょっと懐かしく思い出すのがその風景だけ。手がかりはそれだけなんです。あ、そうなんですね。メロン戻ることもできないんですか？そう、今戻ることができなくて。あ、そうなんですね、はい、でもメロン畑があるのは確かなんですね。そうなんです。メロン畑アゴーゴーですか？はい、ゴーゴー。メロン畑アゴーゴーじゃなくてメロン畑アゴーゴー。そうなんですよ。そういうことですか？ちょっと覚えないですね、さあそんなメロン畑アゴーゴーさんですが、何かキャッチコピーなんかありますか？はい、まずレザーのマスクはオーダーメイドだ、そしてもう一つが、ボン、アイドルフロムアウタースペースです。なるほど。2つ今ありましたけど、まず1つ目、アイマスクがオーダーメイドなんですか？そうなんですよ。これがメロンの星で特製で作られたアイマスクになってます。そうなんですね。ふるさとで作った、それぞれのがあるんですね。そうなんですよ。そうなん、どんな時につけるんですか？あ、これはもうライブの時につけてバッチリかっこよく登場しております。確かにかっこよかったですね。今回のミュージックビデオでもね、ちゃんと着用されてて、かっこよかった、で、もう一つがアイドルフロム、アウタースペース。アウタースペース、アウタースペースというのは、宇宙から。宇宙から、そうですね。メロンの力ということですね。なるほど、なるほど。さあ、地球に来てどんな活動されてるんですか？はい、もう地下アイドルシーンをもうバッチリ盛り上げていこうということで、もう毎週のようにライブ活動を行ってるんですけども、さっきの PV 見ていただいたように、ちょっとロックテイストだったりとか、ホラーテイストを混ぜたライブを行ってますね。ね、名前からするとちょっとこうメロン畑屋55だからね、ちょっとこうポップな感じなイメージでしたけど、ね、今日ちょうどねメロンカラーのねトゥデイがね、ちょっとリーダー、ね、リーダーリーダーではないんです。リーダーではない。リーダーいますか？ちょうどメロン畑のいないんですか？あれチャンスじゃない？兼任しますね。あれも記憶消されちゃいました。あ、じゃあ困るな。今までも記憶なくなっちゃうのって。それは困るのでごめんなさい。すみません。そもそもメンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？今メンバー4人で活動してます。やってるんですね。はい、お二人それぞれ軽く自己紹介していただいてもいいですか？はい、じゃあピンク担当のルカタマです。で、結構ダンスと歌が大好きなので、いつも楽しく活動してます、スカイブルー担当のルタカメルンです。頑張ります。絶妙なリズムで喋りますね。残るお二人もちょっとご紹介いただいていいですか？はい、まず、ミントグリーン担当の中村と、あとディープパープル担当の崎村ゆひんと、私たち合わせて4人で活動してます。ちょっと名前がユニークですよね。そうですね。ルタカメルンさん、この由来は？あ、これも人類にはまだ早い。そこも秘密なんですか？そんな。じゃあルカタマさんは？ルカタマさんは、地球ネームが、本当はタマキルカって言うんですけど、それがルカタマキってこう反対になって呼ばれるようになって、さらにそれがルカタマって4文字に略されたのが今の名前になりました。なるほど、地球ネームというのがあるんですね。そうなんですね。かっこいいですね。欲しいですよね、私も。むしろなんかいろいろかっこいいですね、グループとして。ありがとうございます。さっきの曲もかっこよかったんですが、同時発売でもう1曲出てるんですね。そうなんです。実は私のソロ曲ルカタマ55のランナウェイガールっていう CD が同時発売されてまして、ルカタマ55、はい、そこもアー55で歌ってもらってます。楽しみですね、その曲も。はい、さて、大きなワンマンライブがあるそうですね。はい、そうなんです。ダルンさん、はい、はい、10月の17日にデップダイバーシティ東京でワンマンライブがあります。イエーイ。
どんなライブになるんでしょう。ね、そう、こんな大きな規模でワンマンライブをやるのは初めてなので、うん、私たちももうがっつり盛り上げていこうと今いろいろ構想を練っているところです、うん、ライブ行ったらこれ一緒にいっぱいできますか。できます、できます。やりたいですよね。目つぶしですよ。目つぶし絶対人に向けちゃダメですからね。ステージに向かってみましょう ね、 そのまま目つぶしポーズ。目つぶしたくさん練習してライブに来てください。はい、ぜひお願いします。さあ、ありがとうございました。今朝はもう少し最後まで遊んでいってください。この後はあの二人からコメントが届きました、チャンネルは皆さんそのままで。さて、開運のオープニングテーマルーレットを歌っている川内美里さん、美里と作曲者でギタリストの中島岳さんからコメントが届きました。開運音楽堂をご覧の皆さん、おはようございます。川内美里です。そしてお久しぶりです、ギタリストの中島岳です。はい、7月21日大阪でですね、はい、大阪のゼップナンバで岳さんがフェスを開催します。はい、イエーイ。岳フェス2019つなぐというタイトル。はい、はい、どんな感じになってますか。はい、それはね、はい、数々のアーティストさんが出てくれるんですけれども、はい、シンガーのビバディさんをはじめ、うん、もちろん美里、はい、数々の、アーティストダンサーさん、そして、吉本新喜劇、お笑いの、RG さんとか、うん、江原正宏さんとか盛りだくさん、はい、そして飲食の方はですね、はい、ゆるなびが、全面的にサポートしてくださいまして、うん、美味しいものも食べられますね。はい、そうです、楽しみです。盛りだくさんのイベントになっております。はい、そうですね、私にとってもこう初めての大阪のライブなので、ちょっとアウェイ感はちょっとあるんですけど。いやいや、そんなことないですよ。いやでもね、まあ、せっかくこうつなぐっていうタイトルもついてるように、こう大阪にいる皆さんともいろいろつながれたらいいなって思っています。頑張ります。はい、はい、ということで7月21日はゼップナンバにて学フェス2019つなぐ、ぜひお越しください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ゼップナンバでミサトンの歌、うん、そして中島さんのギター弾けるなんてもう気持ちいいでしょうね。ね、楽しみですね、うん、それにナンバといえばバナカのたこ焼き。いや、そう、もうその通り、もうミサトン絶対食べてね。さて、続いてはこの夏ぜひご覧いただきたい注目ドラマのご紹介です。累計250万部を突破しました大人気漫画を黒木華さん主演でドラマ化します。金曜ドラマ凪のおいとま、7月19日スタートです。仕事も恋も全て捨てた28歳の OL が突然失踪、追いかける元彼と新しく出会う人たちを巻き込んだ人生リセットストーリー。いやー、主人公が人生をリセットしてしまう、うん、一体どうなってしまうんですか ね。会社を辞めて、うん、マンションも解約、連絡も絶ってしまうという、第1話から見逃せません。さあ、そんな金曜ドラマ凪のおいとまは7月19日金曜夜10時スタートです。そして今日は音楽の日です、うん、そうなんですよ。今年も中居正広さんと TBS 安住紳一郎アナウンサーの総合司会で午後2時から生放送でお送りします。いや、もう毎回豪華ですから。そうなんですよ、今日はね、皆さんぜひ TBS で音楽を楽しみましょう。ぜひぜひ。さあ、というわけでメロンのお二人、今日はありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後にコメントお願いします。はい、地球人の皆さん、目をつぶされたい皆さん、ぜひメロンバタキアゴーゴーのライブに遊びに来てください。ゴー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 。というわけでお二人、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは土曜の朝は開運音楽堂でお楽しみください。エンディングテーマは松坂優希さんです。それではまた、バイバーイ。